八極拳の発力法で良くないのは硬いことです。このようです。これは非常に硬い。歩法はこのようにします。歩幅は3歩半です。膝はつま先を越えない。自然に胸を張らないで、手先は内側へ。全身の関節の動きは円を描くように行います。開始の発力はこのよう。力を出した後、必ず緩めます。ここは内側に入れます。良くない動きはこうです。原理に合っていません。正しい動きはこうです。尾底骨とうなじを軸に、足の力を腰から伝えます。足はかかとをひねり出します。その後下に沈み緩めます。こうはしません。ここは早く。十字拳はこう。これは突きではありません。技の名前は階級式と言います。肩を沈め、肘を落とします。必ずこうしてください。九歩はこうです。ここは平らにします。他の唱歌の動作で良くないやり方は、中天章をこうやります。また、こうやったりします。これは非常に悪いやり方です。動きが硬い。我々のやり方はこうです。この方が強力です。必ず合わせます。必ず緩めます。こうではない。手法は変化し、眼法は集中します。歩法は高いとダメです。上司は打つときは背中から必ず緩めてこう打ちます。硬くしません。緩めて行います。下肢は足はかかとを蹴り出します。両足同時に行います。尾底骨から始まり、うなじに発するという。背骨を中心に、腰を源泉に、力は足から出します。この子という技はこう、あるいはこう。他に良くない動作はこうです。良くない動作は他にもたくさん見受けられますが、この辺にします。